皆さんは普段環境問題について考えることがありますか？今回の見まっし金沢は、来月開催される金沢エコフェスタ2024についてご紹介します。坂口さん、まずエコフェスタとはどのようなイベントなんでしょうか？はい、環境問題について子どもから大人まで体験や展示を通して楽しく学べるイベントです。今年のテーマは親子でエコ行くと題して、私たちの暮らしを取り巻く環境問題を展示します。未来を担う子どもたちが2050年に向けて今日からできる身近な取り組みについても紹介します。それは素晴らしいイベントですね。実際にはどんな展示があるんですか？はい、例えば大型の絵本を使ったふむふむエコイクワールドのコーナーでは、環境問題について学ぶことができます。こちらの絵本では地球温暖化の仕組みやそれによって起こる問題などが描かれています。大きな絵本はめくるだけでも楽しそうですね。そうですね。さらに絵本には5つのキーワードが隠されていて、全部を集めてこの台紙に記入してもらうと、トートバッグやシールといった景品と交換できます。それはくまなくチェックしないといけないですね。さらにこの台紙なんですが、下にも枠がありませんか？こちらはスタンプラリーの欄です。会場内の各コーナーや企業ブースで見学や体験をすることでスタンプがもらえます。4ポイントごとにガラポン抽選に参加ができて、再生可能なエコに関する景品が当たります。団体・企業ブースには合計13の団体がエコに関するさまざまな展示や体験、フードドライブの受付などがあります。それは楽しみですね。展示や体験のほかにリユース市も開催します。子どもの成長とともに使わなくなった衣類やおもちゃなどを市内で回収し無料で提供します。入場者数やお持ち帰りできる数には制限がございますのでご注意ください。リユースも立派なエコですから、そうした部分からも環境を考えたいですね。他にもワークショップのコーナーではエコに関する小物作りも実施します。こちらは PP バンドで作った小物入れです。普段捨ててしまうものでこんなに可愛らしいものが作れるんですね。ワークショップ体験は事前の予約が必要なものもありますので、金沢エコフェスタのホームページをご確認ください。親子で楽しめるイベントが目白押しですね。このイベントが市民の皆さんの環境について考えるきっかけにつながってほしいですね。そうですね。金沢エコフェスタに関する詳しいお問い合わせは、金沢市ゼロカーボンシティ推進課、または金沢エコフェスタ2024と検索してみてください。皆様のご参加をお待ちしております。